2008年エリック・ボンパール杯は2008から2009年シーズンのフィギュアスケート競技会エリック・ボンパール杯で国際スケート連盟が主催する2008から2009年シーズンのグランプリシリーズの第4戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2008年11月13日から16日にかけて フランスパリのパレオムニスポールドパリベルシーで行われた 2008-2009ISU グランプリシリーズ全6大会男女シングル各12名ペア各8組アイスダンス各10組の出場選手は2008年世界フィギュアスケート選手権の成績2007から2008年 シーズンベストスコアランキング2007から2008年シーズン終了時の ISU フィギュアスケート世界ランキング及び過去の世界選手権の成績に基づき1選手最大2大会まで選手個人に対し招待がなされた。今大会開催国の統括団体であるフランス表情競技連盟に対しては今大会の各種目定員のうち最大3人の出場枠が用意された。 大会までに招待自体や危険があり、男子シングル12名、女子シングル10名、ペア8組、アイスダンス10組での開催となった。入賞者には、下記賞金が授与された。入賞者には競技後のエキシビション出場が義務付けられ、不出場の場合は、賞金から3000ベイドルを差し引かれるとされた。入賞者以外のエキシビション出場者にはベッドシングルで200ベイドル、 ペアアイスダンスで一組につき300ベイドル支払われるとされた。ありがとうございます。